はい、どうもコミーです。さて本日はこちらつむぎ組さんからですねお届けしたいというふうに思います。今日のテーマはスーパーネクロマンサーをちょっと見ていこうかなというふうに思ってまして、最近ちょっとスーパーネクロお話できてなかったかなと思うんで、こちらに行ってみたいと思います。まあ結構ね、私のチャンネル見てくださってる方はネクロ、スーパーネクロ系っていうのがアンフォール12で相当、よく、登場すると思うんですけども、やっぱね、これをまず極めておくっていうのが結構重要かなと思うんですね、アンフォール12 で。特にスーパーネクロマンサーに関しては、13になってからも全然現役で使えるし、グランドウォーデンのカットからのスーパーネクロだったり、あと、マーチャークイーンから今回クイヒーから始めるパターンっていうのも今回ちょっと見てもらおうと思ってるんですけど、そういったいろんなバリエーションっていうのは13以上の戦術を使う上でもものすごくね役立つテクニックになってくるので、ぜひ習得してもらえたらなというふうに思って結構回数増やしてやってます。で、まず本日1本目っていうのは本当ですね、こちらからいこうかなと思ってます。かなり今日はですね、マリアさんのアタックが多めになりますね。だいぶマリアさんスパネクうまいので、参考になる動画がたくさんあるんですけども、ですね、なんかちょっと電波が悪いのかな、少し不安定だったら申し訳ないんですが、見ていきましょう。基本的にスーパーネクロマンサーを使う場合っていうのは、グランドウォーデンオデヒーの形を作ってから、ライトニングを使ってですね、相手の主力の防衛を追っていきます。タンホール12で言うと、やっぱりこのインフェノタワーですね、この周辺にクエイクとライトニングでダメージを入れて、なるべく広く、多くの施設を削ることをこう意識してやっていきます。そうすることによって、この削りの部分がしっかりこう出来上がると、スーパーネクロマンサーが変な方向にこう取れていったりとかしないという利点もあるんですけども、足が呪いユニットなんで、なるべく、向かう施設の数を1個でも減らしておきたいんですね。この後見てもらいますけども、時間切れの 99% とか結構起きやすい、ユニットになるので、なるべく、施設は効率的に削っておくっていうのがすごく大事になります。で、今回のケースは、マリアさん、ここを削ってますね。ここを削っておいて、スーパーネクロマンサーを、この壁の隙間の方に、ウッドランチャーと一緒にタウンホールに向けて入れていくんですけども、これ、金庫がね、やっぱ残ってるんで、ここにスパデ君がこう一体つくんですね。簡単にこういう風についてきます。で、こっち側に流れちゃってますけども、結果的には、この両側にこう流れたスパネクが、だいぶいい仕事をしてくれていて、むしろ流れてよかったんじゃないかなっていう風に思うまであるような感じになってるんですけども、そのまま中心部分には2体のスパネクと、あと、アーチャークイーンが入っていくという感じですね。で、後ろからヒーラーがついていく。で、これ、アーチャークイーンが真ん中に入るのはもうこれ極めて重要です。アーチャークイーンが壁の外側に行ってしまうと、中心部分の火力が一気にこう下がってしまって、このスパネクの、仕組みが成立しないんですね。中心部分で、ビッグボーイのでっかいスケルトンこいつですね。これが、前に行って縦になってくれている間に、アーチャークイーンとスパネクが後ろから射抜くというのが基本的なこの戦法になるので、で、ヒーラーはまあビッグボーイというよりはむしろスーパーネクロマンサーを中心に回復させるという感じですね。でスパネクが永遠にやられないんで、ビッグボーイが倒れてはまたビッグボーイが生まれて、でビッグボーイが前線に行くまでの間スパネクが一旦ダメージを引き受けるんだけども、そこをヒーラーが回復するっていうことで、もう無限期間がこう続いていくんですね。でこれが、ポイントになってくるので、なるべくですね、スパネクロにダメージが集中しないように、そこは気をつける必要があるんですね。ヒーラーの回復量上回っちゃうとダメなんで。なので、アーチャー君が壁の中に入ってくれるかどうかはすごく重要というところですね。今回のあのアタック、タンホールをスーパーネクロ1体プラスグランドウォーデンで落としていきましたけども、多分これちょっとマリアさん全然狙い通りではなくて、おそらくアーチャークイーンをここに当てていくはずだったじゃないのかなというふうに思います。結構、やっとしたんじゃないかなっていう。で、アチャクイこんな風に最後残っている施設の回収もしてくれるので、こいつは絶対にやられちゃいけないというユニットですね。きっちりと、ビッグボーイスーパーネクロの後ろ側に隠して、進めていくというのがポイントです。これが基本的な流れですね。ライトニング使ってグランドボーデンをデヒ、壁を開けながら、スーパーネクロマンサーを壁の中に入れていく。今両側にこう2体1体ずつこう流れましたけども、基本的には流さずに全部入れていくっていうのが、オーソドックスなパターンになってくるかなというふうに思います。で、もう1本、回転電さんのアタック見ていきたいと思います。合計4本今日流したいんですが、1本は失敗例も交えながら、もう1本はタウンホール13のパターンで見ていきたいというふうに思います。で、回転電さんも、ライトニング打ってからクエイク、インフェノダバー周辺をこう壊していく。
でこれもすごくライトニングをね一点にダダダダって打っちゃう方が結構多いんですけども、そこめんどくさからですね、しっかり確定数を計算しながら打っていった方がいいですね。ここ一番の対戦は特にそれ一個で相手のアチャドを一本壊せる壊せないとかすごく変わってくるので、だいぶでかいんですよ。そういうのがちょっと効いてきちゃうんで、ユニットがそれる原因にもなるんでね、さっきのマリアスの1本目のような感じで一定とそこはケアしていくのが大事かなと思います。で今回のアタックは、スーパーウォールブレーカーを使ってここに穴を開けたいですけども、こっちについちゃってここを開いちゃいます。なのでリカバリーとしてジャンプをここに打つ、2個目のジャンプをここに打つって感じですね。でここまでこう進行できるような格好にしておいて、違うか、ここまでかな、こっち側か、こんなとこまでかな、こういう風にこう進行できるようにしておいて、本当は多分ね、ここにジャンプもう一個打ちたかったはずなんですけども、それここで今使っちゃってるんで、打てなくて、壁殴り開けながら行くという。ね。で、タンホールはしっかり撃破。これはすごく重要ですね。アーチャークイーンがこれまたタンホールをしっかり壊してくれています。で、上側からは東海兵舎出てきていて、ペッカービザードで外周部分カット。通信部分にはアーチャークイーンがさっき言ったように、スケルトン、ビッグボーイ。とスパネクの後ろから進行していきます。でスーパーネクロマンサーが中心部分にいるやつじゃない方にこうヒーラーついちゃってるんですけども、このヒーラーは本当中心部分についてほしかったところですね。ただ、中心部分アーチャークイーンとスーパーネクロマンサーがうまいことこうダメージを分散し合いながら進んでいるんで、アーチャークイーンがやられてないのがでかいですね。こんな風にアーチャークイーンがやられていないと、終盤の火力がしっかりと温存できている状態で、最後までこう走っていくことができるので、この一番最後災害との部分っていうのも結構まあ苦しいは苦しいんですけども、アチャクイーンが突破してくれるし、突破できさえすれば外周部分に流れちゃったこのネクロマンサーが戻ってきてぐるっとねカットをしてくれます。こんなところからこうこいつらですよね、ぐーっとこう回り込んでいくことができちゃうので、こういうところに期待ができるってことですね。なのでさっきも言ったようにアチャクイーンが中心部分に入る、これ非常に重要で、なるべくならまあヒーラーは中心、本当にもうど真ん中にいる、この辺にいる部隊にヒーラーがついていってほしいんですけども、まあ、そうじゃない場合においても、特にタンホール12だったら、スパネクのもうスペックが高すぎるんで、なんとかなっちゃうっていうのは、まあ、往々にしてありますね。今回もまあ、その結果的に見てみれば、スパネク3体生き残って、で、イエティもなんか2体いるし、みたいな外周、おそらくこれ、防火弊社からできたイエティかな、うん、そうですね。で、前キャメでもという感じですね。余裕っちゃ余裕な感じがします。で、ですね、今までのちょっとアタックの編成もね、ちょっと話をしたかったんですが、し損ねちゃったな。結構ね、特徴的で、ヒーラー4体で行くんですね。時間切れがすごい怖い戦術なので、こんな感じでヒーラー4体で組んでいきます。で、スパネクは4体ですね。で、それ以外を、カットだったり、その壁に穴開ける、スーパーウォールブレーカーとかね、イエティとか、こういうところに使っていくんですね、こういうところに。そうすると、やっぱヒーラー5体積むのっていうのは、なかなか苦しいんですけども、タンホール12の火力であれば、全然4体、ヒーラー4体で余裕かなと思います。5体いらないですね。逆に5体持っていっちゃうことによって、スパネクは生き残るんだけども、時間が切れちゃうっていうケースが生じやすくなるので、それをするぐらいだったら、スパネクがもしかしたらやられるかもしれないけども、時間切れを防止するためのカットユニットっていうのもちゃんと持っていった方が、まあ、前回だけを狙っていくんであれば、成功率上がりますね。全くこの攻め慣れてませんという状態で、星2が何としても欲しいんですっていうんだったら、ヒーラー5体もありかもしれないです。確実にスーパーネクロをタウンホールまで届けるという感じですね。なんですが、今回はもう防衛軍もタウンホールも手前側で当たるんで、これはもうヒーラー4体でいい。スイッチもいいですね。しっかりとスーパーネクロにスイッチしていって、ね、ここで盗門入っちゃったんですね。ちょっとこれがもったいなかったかなと個人的には思いました。スーパーネクロを使うアタックって、なかなかね、体力が高いんですよ。スーパーネクロもビッグボーイも。なんで、タウンホールの爆破ダメージごときでは、そうそうやられないので、そのタウンホールの爆破ダメージプラスその奥ですよね。今まさにいるこの辺。火力が超集中するゾーンじゃないですか、こういう風に。このゾーンに入ってくるタイミングまでトームを温存しておくと、中心部分の火力によるスパネクのロストがなくなるんですね。これ、スパネク一気にこう落とされちゃってますよね。こういうことがなくなってくるので、まあ、なるべく、序盤、タウンホールと当たるプランっていうのは、まあ、星に確定で取る上でも、タウンホールって、まあ、12以上における最重要防衛
施設でもあるので、まあ、そこを突破するために良策ではあると思うんですけども、一方でスーパーネクロにとってはタウンホール12 の、 ギガテスラぐらいでやればそんなに脅威ではないので、そこでは遠目を我慢してもうちょっと奥側で火力が上がってくるところ、ないしはまあそのタウンホールのところで結構火力集中して しまって反陸のもう体力ゲージが赤ぐらいになっちゃうっていう場合は、トームを使っていって、トーム中に回復させてもう一回リカバリーするっていう感じですね。そのイメージで使っていくのがいいかなと思います。スパネク使う上でのトームっていうのは、体力を回復させるための時間稼ぎとして使っておくのが僕はいいかなと思っていて、ダメージを無効化する必要はないんですね。ワンパンで殺されちゃう、ディガホグとかとは違うので、別に無効化はしなくていいと思うんです。どっちかっていうと、ダメージ受けさせておいて、回復するための時間を稼ぐのにトームを使っていくっていうのがベストかなっていう。これも惜しいですよね。最後までやっぱちゃんとクイーン残せるんですね、マリアさん。こういうとこめちゃくちゃうまくて。あの後、このクロスボウ1個が、あーって感じ。ほんと、うわーって感じ。惜しかったですよね。こんな感じで、中心部分ネクロがいたらおそらくこれも突破できてしまったんでしょうけども、トームのタイミングだけですね、多少ばらけちゃうのはもうね、しょうがないっちゃしょうがないと思うんですよ。スパネクって、序盤のカットをして、ここに入れるまではばらけさせないことができるんですけども、入った後っていうのは、村の形によってももうばらけちゃうことが、どうしても起こり得ちゃうんですね。でそういう場合っていうのは、ジャンプの、かける区画を限定することによって、ばらけさせないような運用もできるんですけども、どうしてもばらけさせざるを得ない場合っていうのは、トームのタイミングをなるべく遅らせて、スパネクたちを体力失わずに奥へ奥へこう進められるような運用していくってところだけになるのかなと思います。まあ、言いながら、これ僕がじゃあできるかって言ったら結構難しいんですよ。相当ね、やっぱ難しいので、特にこう、切羽詰まってる状態ではやりにくい上級テクニックではあるんですよね。まあ、ポイントとしてはその辺になってくるのかなということで、ちょっとご参考までに、覚えておいてもらえたなと思います。で、マリアさんもう一歩行きましょう。マリアさん特集ですね、今日はね。はい。スパネクなんですけどね、これ正直ビビりました。今まで見てもらった3本っていうのが、ライトニングからの、グランドボーデンを入れていく。スパネクを入れていくってパターンで、まあ、一般的だと僕はそれが思ってるんです。今回のこのタウンホール13アカウントのアタックにおいては、なんとね、ロイヤルチャンピオン序盤に出したのですね。これね、すごく意外でした。ロイヤルチャンピオンって、スパネクのアタックにおいては、最後の回収をする結構キーユニットだと僕思ってたので、序盤に使っちゃうような使い方をするともったいないと思ったんですね。なんだけど、それでもいけちゃうんだっていうことで、まあ、村の施設レベルがマックスではないっていうのはあると思うんですけども、それにしてもこんな使い方があるんだなっていうのはびっくりしました。アーチャークイーンの食い火にしますね。ここはもうなんでかっていうと、絶対にこっち側それないからですね。それちゃう要因がある場合には、自己率経営のためにグランドボーデンのオデヒを使うっていうのがベストだと思うんですけども、もうロイヤルチャンピオンで、この部分カットしているので、こういう風に。この場合、アーチャークイーン絶対にこの3時方面行きますから。であれば、アーチャークイーンの方が、時間短縮の意味で、スピード感が出ていいですね。で、スーパーネクロマンサー、これ中に入れていくのかと思いきや、中入んなかったのはね、これ正直わかんないです。計算通りなのか、ミスったのか、多分中に入れていくんじゃないかと思ったんですけどね、この隙間から。まあ、結果的には全部取れちゃうんですけども、ただそのリカバリーとして、キングと10日兵舎を、この外周部分こう出していくことによって、スパネクたちの集団っていうのを、外周に走らせるのではなく、中の方にこう向かわせていく。っていうね、形をとっています。ジャンプの呪文と、キング10日兵舎のタイミングベストでしたね。で、スパネクが、タウンホールの爆破ダメージにあんまり巻き込みづらい場所からこうタウンホールを壊してくれる。っていうことによって、体力をここであんまり削られずに済んでますね。で、どんどん奥の方へ進行していくという感じです。で、こういうね、壁に隙間が空いてる村っていうのは実はスパネクにすごく相性がいいんですね。ネクロマンサーでもまあそうっちゃそうなんですけど、なんでかっていうと、とにかくやっぱり時間切れが怖いユニットなので、スパネクのね、壁を殴らせる時間っていうのを減らしたいわけですよ。で、スパネクロが今回ここから出てきて、こう突き抜ける場合っていうのは、突き抜けた後に、こう外に回り込んだりしてほしいわけですね。こういうふうに。こういうふうに言ってほしいんですよ。なるべくスピーディーに防衛壊してほしい。で、そのために壁が空いてるとすごくいいんですね。壁が塞がってると、突き詰まった時に、こう、どん詰まった時に、そこから壁壊してこう出なきゃいけなかったりする。時間がもったいないですね。でね、このホグ3体もね、これぜひ真似してほしいなと思いました。すーげーうまいっすよね。このホグ3体が、
あの投石機にまでこうアプローチしていく。これ3体しか持ってってないですよ。ほら見てほしいんですよ。これ3体しか持ってってないですよね、僕らだね。この3体をタイミングよく出して最後の最後残っちゃう防衛に当てていくことによって、これもさっき言ったように壁を殴らせてそこに入っていくと時間切れになっちゃうリスクがあるんで、こうやって壁乗り越えられるユニットを保険で出しておくんですね。おそらくこのホグライダー、壁の中に防衛がなかった場合には壁の中にあるストレージとかなんかそういうね、防衛じゃないところに当てていって時間切れ防止の回収に使わせていこうかなと思ったんじゃないかと思います。で、見返してもらうと分かるんですけども、マリアさんのこの、アタック基本的にホグライダー入ってんですね。あのさっきの回転ネタのも入ってましたねっていう感じで、今やっぱりそのスーパーネクロマンサーのアタックにおいては、あの紬組さんのかなりスパネク前方のアタック見る限り、そのタウンホール12、13問わず、ヒーラー4体のケースが結構多い。まあ13完走になってくると5体のケースも結構あります。まあ火力見ながらそこはもう肌感覚で調整するしかないと思うんですけども、っていう点と、あと回収にすごく神経冴えてるってことですね。今言ったようにホグライダー持ってく、ヒーラーを1体減らした12枠かなの部分っていうのを、13枠か、ちょっと待ってちょっとの部分っていうのを、すいません、あのホグライダーとか、あとはイエティ、ビザード、まあ、そういったような回収役に回すことによって時間切れ防止をする。やっぱね、あのオーバーキルで時間切れになっちゃうようなことが非常に多い戦術なので、そのオーバーキルになるパワーの部分を減らす、まあ、パワーイコール HP もそこに含まれるんですけども、下げてあげて、でもスパネクの数減らしちゃうとやっぱり中心部分多勢に無勢でやられちゃうんで、4体は確保。どこを削るかって言ったらヒーラー、ヒーラー削った部分は回収用に使えるホグとかビザードとかそっちの方に回すと、ね、あとはビドラーとかイエティ入れてサイドカットを早めるとか、サイドカットを確実にして事故防止するとかいう風に使っていくと、この辺 ユニットの運用方法ですねに関してはすごく参考になると思うので、ぜひ、覚えておいてもらえればなというふうに思います。そして使ってみてもらえると、これタウンホール13、14においても、あの基礎戦術、まあ、その戦術の基礎としてすごくあの役に立つね、技術が身につくと思うので、すごくおすすめ。はい、というところでですね、本日はタウンホール12、あと13ちょっとですね、含めながら、スーパーネクロマンサーの話をしてまいりました。最近ね、出してなかったんですけども、ぜひまた皆さんスパネク練習してみてください。最近タウンホール14でもね、パナさんが言ってたかな、スムイグミさんにもいるパナさんって方がいらっしゃるんですけども、あの、タウンホール14でもなんかね、スパネクが強いっていうことが最近ちょっと、言われ始めていて、練習してるプレイヤー、トッププレイヤーでも結構多いみたいですね。あの、世界選手権なんかでも使われてる場面、ちらほら見かけた気がします。まあ、ドラゴン一強って言われてるんですけども、このドラゴン環境で陸をしようと思ったら、ペッカスパビスないしは、まあ、中華式ですね、ないしはスパネク風になってくるのかなって思うので、まあ、そういった意味でも長く使えますからね、ぜひ練習してみてください。はい、ではちょっと長くなっちゃいましたけども、最後ですね、これで終わりにしたいというふうに思います。私のチャンネルこんな感じでですね、ちょっとあのタウンホール12から14の、クラン対戦の、解説動画中心にやっております。今回は12、13でしたけども、14、あとはまあ13オンリーで見せる時もありますし、まあ、幅広くここは扱っていきますんでね、あのクラン対戦でちょっとこううまく前回取れないなとか悩みがある方、ぜひ、動画たくさん見てもらえたらというふうに思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。